2023年4月27日の鉄道チャンネルサイトニュース。蓄電池駆動電車運転してみませんか烏山線開業100周年記念で体験商品。EVE301 系は烏山線を走る蓄電池駆動電車です。大容量の蓄電池を搭載しており、電区間ではパンタグラフを上昇させて架線から電力を得ながら走行。 充電します非電化区間ではパンタグラフを下ろし、貯めた電力のみで走行します。折り返しの駅では専用の充電設備で急速充電を行う姿も見られます。JR 東日本大宮支社は2023年4月27日、烏山線の開業100周年を記念し、この EVE301 系の運転体験ができる商品を販売すると発表しました。 開催日時は2023年5月27日、28日です。会場は JR 東日本宇都宮運輸区です。体験内容は EVE301 系を宇都宮運輸区構内にて片道約250メートルの区間を1人4回運転体験することができます。運転する際は運転士がそばに立ち、運転方法を丁寧に教えます。 また運転士が訓練で使用している運転シュミュレーターで運転方法を学習しながらワンマン運転も体験できますし車掌が訓練で使用しているシュミュレーターでの車掌体験もできます販売価格は税込みで1人3万2千円です募集対象は小学4年生以上になります小学生のお客様に限り成人の付き添い人1名を必須とします 付き添い人は体験メニューを行えませんのであらかじめご了承ください。販売方法販売開始日時は JRE モール大宮支社ショップで2023年5月12日10時からの販売になります。